くり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。料理に興味が湧く一方で浮かぶもう一つの疑問。それは、もっと美味しくできるのではないか。ということね、食材の性質や適切な保存方法を知っていれば、料理の美味しさが格段に飛躍するぜ。私は魚が好きだから、魚が特に美味しくなる仕込みを教えてほしいわ。魚の仕込みである、熟成、これを紹介するぜ。知っておきたい、魚の熟成とそのメカニズム。フレンチでは魚料理が出るが、その魚の旨味を最大限に引き出すために、数日間寝かせる仕込みがある。これを熟成と呼ぶぜ。刺身やカルパッチョのようにサラダとして火を通さずに料理する場合は、鮮度がいい方が美味しいイメージがあったから、目から鱗だわ。ちなみに寝かせることでどんな風に美味しくなるの？魚の内部にある水分が飛ぶんだ。素材本来の味がより濃く出るようになる。また低温で寝かせることで、魚の死後硬直が徐々に溶けていき、身も柔らかさを増すぜ。へえ、知らなんだ。釣りたてのお魚の料理といえば池作りや刺身だよね。そういった魚料理は歯ごたえや鮮度が売りだけど、こっちは味やしっとりとした柔らかな食感が魅力なのね。漬けマグロみたいな感じかしら。うむ、漬けマグロはもともと江戸時代に大量にマグロが出回った時に、冷蔵できないため腐敗防止や保存を目的に作られたマグロの醤油漬けが始まりだという説があるぜ。イメージが湧いてきたわ。でもうまさの秘訣は他にもありそうね。魚の熟成のメカニズムは、主に3つある。1つ目は魚の旨味の根源である、アデノシン三リン酸、ATP。が時間経過で、イノシン酸に変化することで旨味が向上した状態のことだ。ちんぷんかんぷんだわ。アデノシン三リン酸って何？筋肉の収縮など、生命のあらゆる活動で利用されるエネルギーの貯蔵、利用に関わる分子だ。いわば魚の活動エネルギーの元だ。別名、生命のエネルギー通貨、とも言われるぜ。なんかかっこいいわ。続けて。熟成で最も重要なのはここからだ。アデノシンは生物内に存在する化学物質だ。これはプリン塩基のアデニンと単糖のリボースがグリコシル結合したヌクレオチドの一つだぜ。確かヌクレオチドはリン酸、糖、塩基が結合した有機化合物だよね。うむ。そして ATP は、アデノシンという物質に3つのリン酸基、P、が結合しているんだ。ATP 分解酵素の働きによって ATP が加水分解すると、1つのリン酸基が外れて、アデノシンにリン酸、ADP、になり、その時にエネルギーを放出する。このエネルギーを使って菌の収縮が行われるんだぜ。PTA がなんだっけ？私にもわかるようにもう少し噛み砕いてよ。失礼。生きている魚は ATP を消費しており、捕食の際に ATP を化合物として蓄えて、分解する際に生じるエネルギーで生命活動を支えている。これはわかった。魚が生きている間は、この ATP が絶え間なく循環しているが、死んでしまうと循環が止まる。魚の死後から半日、一日程度で ATP がイノシン酸になるぜ。そのイノシン酸っていうのが重要そうね。どんな性質のものなの？イノシン酸は、デオキシリボ核酸、DNA、とリボ核酸、RNA、の総称、核酸、の一種で、4種のヌクレオチドが連なった生命活動に欠かせない生体高分子だ。DNA や RNA の仲間なのね。とても重要そうだわ。イノシン酸は旨味を感じるため、低味性ヌクレオチド、旨味を感じさせる核酸関連物質の総称、と呼ばれるんだ。1913年に小玉慎太郎氏が鰹節の旨味成分として発見したぜ。ふむふむ。そして1960年に国中明氏が、イノシン酸の研究の延長で、キノコの旨味がグアニル酸に起因することを明らかにしたぜ。また、これらの旨味成分を組み合わせると飛躍的に旨味が増強されることを発見したんだぜ。まさに化学反応が起こったわけね。具体例ってある、昆布と鰹節の合わせ出しだ。鰹節のイノシン酸と昆布のグルタミン酸が相乗効果をもたらすぜ。お出汁の効いたお味噌汁の美味しいことは言うまでもなし。納得だわ。三大旨味成分とは、昆布のグルタミン酸、鰹節のイノシン酸、椎茸のグアニル酸、のことだ。そしてそのイノシン酸の主流製造法は、発酵法だ。つまり、魚の熟成は科学的に非常に理にかなっているんだぜ。やっと戻れたわ。
ちなみに熟成は大体何日間ぐらい行うのがいいのかしら。実はイノシン酸は時間とともに減少する。時間を経てイノシンや苦味成分であるヒポキサンチンになるので、味質の変化による味覚の向上をより体感しやすい熟成状態の1週間程度で食べるのが頃合いだろう。なるほど。二つ目は、ここで二つ目のポイントだ。タンパク質が酵素などにより分解されることで変化するグルタミン酸やアスパラギン酸、この、遊離アミノ酸類、という旨味成分も登場するぜ。新たな旨味成分だ。東京海洋大学の高橋紀元助教授の研究では、魚の 4,50 日以降に遊離アミノ酸の影響が優位になると発表されている。あら、数日かかるのね。そうなると味も相当変化がありそう。そうなんだぜ。わかりやすくまとめると、熟成には海藻があることがわかる。イノシン酸の旨味が優位に働いた熟成レベル1。イノシン酸の旨味が働きつつも食感の変化により食材の状態が変化している熟成レベル2。イノシン酸と遊離アミノ酸の複合で旨味の複雑化が発生する熟成レベル3。イノシン酸の減少が進むも、遊離アミノ酸が優位に働くレベル4。どのレベルの味が好きか自分で試してみるのも良さそうね。実際にコックはどんな風に熟成をしているのか聞いてみたぜ。軽めに塩をしてペーパーで巻き、1週間冷蔵庫で寝かせます。ペーパーは毎日変えます。レベル3くらいね、仕組みがわかると腑に落ちるわ。ということで今回は魚の熟成メカニズムについてだったぞ。美味しい、の本質的な理解を進めると旨味成分や食材の持つ成分の特性にたどり着くのね。旨味や味が伝わる人体のメカニズムに関しては、別の回で取り上げるから詳細な説明はまたの機会にするぜ。料理は科学ね。美味しいセリフを持ってかれたぜ。私の ATP もイノシン酸に熟成されたのよ。死んでて草。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったら他の動画も見てゆっくりしていってね。